野村古道天才圭舞一お嬢さんあなたはバイオリンを弾きますか隣席の西洋人はかなり上手な日本語でこう信子に話しかけましたああいいえ私のではございません。 これはありので信子は少しドギマギしながらバイオリンの皮箱を椅子の上に置いて心持ち顔をあからめました体も大きく心持ちも大人びておりますが信子はまだほんの16になったばかり可愛らしい丸顔におかっぱで青色の混ざったサラサボイルの洋服もまたなくハイカラですがまだ学校の英語の先生のほかには 西洋人というものに話しかけられたことがなかったのですお兄様というと中年輩の立派な西洋人はその優しい青目を瞬たたいて腑に落ちないような顔をしております軽井沢を酔いに立った汽車がちょうど高崎近くまで来た時のことです二等車の中は存分に空いておりましたがゆっくり寝そべるように 立桂馬衣は別れ別れに席を取ったのでこの若くて美しい信子に連れがあろうとは誰も思わなかったのでしょう僕です。気功は妹の迷惑そうな様子を見かねて向こう側から声をかけました青白い高貴な顔をした青年で真ん中で分けた少し長い毛と黒のボヘミアンネクタイになんとなく芸術家らしい趣があります 失礼しました楽器を持っていらっしゃる方を見るとつい懐かしくなります私の国は中央ヨーロッパの小さい小さい国ですが世界でも有名な音楽の盛んなところで上手なバイオリン弾きを非常にたくさん出しております私もどうせ上手ではありませんがほんの少しはやりますこの通り 見るとなるほど信子の持っている革箱とうり二つのよく似たバイオリンの箱をこれも網棚にも載せずいかにも大事そうに椅子の後ろに立てかけてそれに持たれるように守護しているのでしたですから西洋人は続けて申します容疑者の連れ連れもあったでしょうがこの西洋人の目には それ以上に何とも言えぬ人懐かしさが動いているのでしたバイオリンを弾く人を見ると他人のようには思いませんごめんください突然知らない方に話しかけるのはお国ばかりでなくどこの国でも失礼に決まっておりますよくわかりましたお察しいたします私もついこの春までドイツへ行っていて ああなななたたたとと同じような心持ちになっっことが幾度あったか分かりません。一人も知気のない異国では私と同じ好みを持った方だけがお友達とも同胞とも思ったものです言葉は通じなくとも音楽のわかる人であったら私はきっとその人とお友達になれるような気がしたのです芸術家らしい感激がこう語るうちに キクオの立派な顔を輝かしく染めます。ありがとう。そう言っていただくと本当に嬉しい。こんな場所で重ねが重ね失礼ですが、あなたのお名前を伺うことはできませんでしょうか。私の忙しい旅の思い出にいたしたいと思います。私はポーランドの近くの小さい小さい国に生まれた。 フランツ・ベーカーと申すもので祖国を離れてこう旅から旅へ世界中を飛び歩くのが私の仕事です西洋人の顔にも人懐かしさとやるせなさがほのかに動きますありがとうミスター・ベーカー私は立花菊男と申すバイオリン弾きこれは信子といって私の本当の妹でもあり 私の大事な伴奏きでもあります。おお、よく知っております。近頃、天才圭舞として有名な立花木久扇さんと信子さんというのは、あなたでしたか。それは、いい方にお目にかかりました。そうおっしゃられると、決まりが悪くなります。どこか演奏旅行のお帰りででもいや、 軽井沢にいる友人を訪ねてきました。非常に悲しいような、そのくせ、この上もなく嬉しいような事件で。悲しいような嬉しいことそれは一体どういう意味ですか差し支えなかったらお話しください。ええ。喜んでお話ししましょう。記者は高崎へ着くと、 その等車からも23人降りてベイカーの側にも一つの席が空きましたキクオは大急ぎでその席に移って妹と2人でベイカーを挟んで座るとキクオの今までいた向こう側の席には同じ箱の中にいたらしい2人の西洋人がやってきていそいそと腰を下ろしました一人は目の鋭い毛の若いヒグマのような感じのする若い男 1一人は東洋人との国際寺らしい栗色の髪で額を隠し宝石をうんと散りばめたギラギラする洋服を着た洋服型の若い婦人です2私の友人というのは金持ちで病心でそして私と同じように 音楽を愛する男ですキクオはこう話し始めましたおととしの夏私と一緒にフランスからドイツへ音楽研究の旅を続けている時ミュンヘンの猿旧華の売り立てで思いもよらぬバイオリンの名器を手に入れましたそのバイオリンというのは名のあるストラドバリスで世にもまれなる名器ですがなんという幸運でしょう 友人はそれをたった3万円で手に入れたのですおおストラドバリスそれは珍しいことですベーカーも青い目を見開いて酔い心地に聞いております武士の名刀騎士の龍馬と同じことでバイオリンを弾く者に良いバイオリンほど尊い者はありません読者の中には知っておられる方もたくさんあるでしょうが ストラドバリスというのは今から2670年前のイタリーに住んでいた人でバイオリン作りとしては古今どっぽの名人と言われた人ですこの人の作ったバイオリンで今の世に残っているのは登録されたように数や持ち主までも分かっているくらいですから一つ売り物が出たといっても音楽家の騒ぎは大変なものです余談はさておき 私の友人はその名機を3万円で手に入れ命よりも大事に日本へ持って帰りましたがなんとした不幸でしょう長い間の旅行で体を痛めたために日本に着くとすぐ重い病の床について枕も上がらないありさませっかく買った名機ストラドバリスもとうとう引いてみる折もなく枕辺に飾ってそれを眺めているだけでした どくなことです。名器の尊いことを知るのは本当の芸術家だけですが私も何かしらお友達の悲しい心持ちがお察しできるような気がします。ありがとうミスター・ベイカー。友人の心持ちが分かって同情してくださる方が一人でもあったら友人もどんなにか心安く死んでいけるでしょう。死ぬ そのの友人が亡くなられたのですかそうですかわいそうにそのバイオリンを痩せ衰えた手で撫でながら3日前にとうとう死んでしまいましたそれはお気の毒な死ぬ前に私を病床へ呼んでこのバイオリンを 私が死んだら君へ形見にやりたいが受け取ってくれるだろうねミュンヘンの競売でこれを買った時ちょうど君も一緒にいたっけあああの自分は楽しかった立花君僕は不幸にも日本へ帰ってからこのバイオリンを一度も弾くことができなかった そのくせ今までは惜しんで人に弾かせもしなかったが今死ぬという時つくづくこのバイオリンの音が聞きたくなったすまないが君そこで静かな曲を二つ三つ弾いてくれないか私はそれを聞きながら安らかに 死んでいきたい」こう私の友人は言うのです私はそんな心持ちにはなれませんでしたが友人の最後の望みに背くわけにはいきません友人の手からストラドバリスを受け取って私がそらんじている限りの静かな寂しい曲を弾いてやりました秋の軽井沢は 昼でも寂しいのにその晩はまた美しく晴れて競いなく虫の音が私のバイオリンへ伴奏のように入り窓ガラスを通して落ちた月の光が松後の人の安らかな微笑みを青白く照らしておりました。菊尾の瞼には。 真珠のような涙が溢れました。信子はもう半血に顔を埋めて、ようやく声をのんでおります。お気の毒なことです。あなたもよくしておやりになりました。美しい友情です。ベーカーも目をしばたたいて、この純情に燃える敬愛を愛慕するような眼差しで見まわしました。友人を葬ったのは。 今日、私たちは片身のストラドバリスを持って大急ぎでこの容疑者に乗らなければなりませんでした明日の午後私は帝劇でバイオリン独創会を開くことになっているのですこの日取りはもう3か月も前から決まっていて今更変えるわけにはいきません友人を葬ってすぐ軽井沢を立ったのはそのためですその代わり私は、 亡くなった友人の行為で日本での私の最初の独奏会に日本にたった一つしかないこのストラドバリスの名器で演奏することができるのです悲しみの中の喜びと申したのはこういうわけです青年の顔には悲しみのうちにも包みきれない喜びが潮のようにさしてくるのでしたストラドバリスを晴れの独奏会で弾くことは なある武士が政宗の名刀をひっさげて先人に赴くようなものですこの若い音楽家が誇らしさと喜ばしさに身内を震わせるのも無理はありませんベーカーと菊生慶舞は何かの話に時の経つのも忘れましたが熊谷へ来てから信子がしきりに渇きを訴えるので慶舞は食堂に入ってしばらくソーダ水などに喉を潤しました 大宮を過ぎてから車室に帰ってくると先国向こう側に陣取った赤毛の西洋人と国際美人とが菊生と信子の席を奪ってベーカーを挟んで両方に座り込み菊生啓舞が入ってきてもそ知らぬ顔をして動こうともしませんそれを見るとあっ暢子は思わず驚きの声を上げました 赤毛のの西洋人の膝の上に持ったハンケチの下には紛れもないピストル黒磨きのものすごい自動ピストルがちらりと天候の光を受けて見えたのです木久マイは黙って向こう側の空席につき網棚から自分たちの荷物などを移しましたベーカーはピストルを突きつけられている人にも似ず自尺として 取り乱したふうもものに驚いたふうもありませんでしたがさすがにもう宣告のようにケ米を相手に気軽に話をするようなことはありませんでした記者が上の上着いたのはもう夜半近い頃でしたケ米はベイカーに目令して別れを告げベーカーもまたもの言いたげな目をしばたたきましたが何をはばかるのか そのまますたすたと。改札口の人混みの中に。姿を隠してしまいました。三。お兄様。今日はまあ、どうなすったの。信子は片手に楽譜を持ったまま。追いすがるようにこう申しました。あくる日の午後二時。 立花菊を信子圭舞の演奏会がようやくその第一部を終わって客席は潮の寄せるようにざわめきますが舞台裏は薄気味悪く静まり返ってステージを引く圭舞の足音だけが洞窟の中を行くようにうつろな反響を伝えました「分からん俺には何もかも分からん!」 狭い演奏者休憩室の椅子に放り出されたように腰を下ろした木久男の唇は岸壁紙のように震えて、その目は無念の涙さえ含んでおりました。お兄様どうしたのでしょうどんな悪いバイオリンだってあんな音は出ないことよあんなストラトバリスってあるものでしょうかわからん。さっぱり見当もつかない。 俺は上がった覚えもないし、たった一晩でこんなに下手になるはずもない新機調の天才低金家という触れ込みで定劇いっぱいに客を呼んでこの日の演奏会はまるで予想もしなかった不出来で3階の奥の方には口笛を吹く客さえある始末でしたそれにどこから伝わったか 今日の演奏会に立花木久はストラドバリスを弾くということが知れ渡っていたのでその失望もまた大変なものでしたなんという下手だろうセザール・フランクのそなたを虐殺するようなものですねまるでめちゃくちゃだビヨングが非常に悪いあれくらいは縁日の諸星でも弾きますよ 知るも知らぬも素人も苦労とも廊下や運動場は悪評の渦を巻くようなありさまです気候はもとよりそれを悟らないわけはありませんノブちゃん僕はもう出ないこのまま帰ってしまうからあとマネージャーと相談していいようにしてくれ立ち上がろうとするのをお兄様そんなことをおっしゃっちゃいけませんこんなはずはないんですから よく心持ちを落ち着けてどうしてあんなに出来が悪かったか静かに考えてくださいたった十六になる信子は資料深くこう兄をなだめております今日はお難度色地に秋の草花の層模様の紋付き紅葉を縫い出した糸錦の帯を帳結びにした初々しい姿はこの優れた伴奏者を世にも美しく見せております悪いといえば このバイオリンだよ軽井沢で弾いた時はこんなではなかったが今朝糸をかけ直して調子を合わせてみるとすっかり音色が変わっているこんなバカなストラトバリスはあるものじゃないパッと振り上げたバイオリン3万円の名器を柱に叩きつけようとする手を信子は必死とすがりついてお兄様そんなことをなしてはいけません大急ぎで 家かふだん使い慣れたバイオリンを取り寄せて今日はともかくプログラムだけはなさらなければ荒木の紋付きの袖もいとわず涙はさんさんとしてあふれ落ちますねえどうともなれ俺の名も芸術も何もかもおしまいだこの演奏会がすんだらすぐまたドイツへでも飛んでいこう もう日本へ帰らないつもりで木久扇は椅子の中へ埋まってしばらくは涙も出ないような恐ろしい絶望のどん底に沈んでいましたどうしたどうしたいきなり入ってきたのはたくましい様子をした木久扇と同年配の青年なんということだい君があんなに下手だとはどうしても信じられない一体どうしたのだ 椅子のそばによって気久の方に手をかけますかシーさん兄はもう演奏をよして帰るって言うんですどうしましょう何演奏をよすそんなバカなことができるものじゃないプログラムだけはやらなければ君は嘘をついたことになる君はストラドバリスを手に入れて今日はそれを弾いているという噂だ本当かいそれは うう、ええ、これがそうなんです。兄さんは怒ってそれを柱へ叩きつけようとなさるんですそんな無茶をしちゃいけない3万円もするバイオリンだと言うじゃないかどれどれ僕に見せなカしいろくはキクオと幼友達でしたがキクオがバイオリンに夢中になる頃から物理学に熱中してキクオが音楽学校へ入った頃は高等学校へ。 菊男が陽光から帰った頃は新しい理学士になって大学の助手を務めておりました生まれつき研究心が強い上に妙に探偵的なことが好きで今までもいろいろ友人やしるべの間に起こった不思議な事件を解決して頭の良さを評判にされている変わった男です菊男が持っているストラドバリスにまさか何事もあろうとは思いませんが 念のためにふと取り上げてみようという気になったのも日頃の探偵癖が顔を出したためでしょうしばらくバイオリンをいじくり回していたかしいろくろうこれは君真っ赤な偽物だよ勝ち誇ったような声を出します何椅子から立ち上がる気久の鼻先へバイオリンの F 字穴をのぞかせて 見たまえ。そラ銅の中へストラドバリスと名を書いてはあるがこれは君2 6 7十年前に書いたものではない少なくとも20世紀のアメリカ辺りで作るブリューブラックのンキではないか何そんなことがあるもんかバイオリンの銅の中を覗くとなるほどカシー・ロクロウの言う通り名前を書いたンキには。 バイオリンの古びとはにもつかぬ新しさがありますこのバイオリンにはまだほかにおかしな点がある偽物とわかったらぶち壊してもいいだろうなぶち壊すと言われてさすがに菊を温めらいましたが思い定めてよろしいどうせ偽物とわかればおしがるだけがバカでぶち壊してもたきつけにしてもかまわないお兄様 ロボちゃんは黙ってるがいいそして代わりのバイオリンを大急ぎで取り寄せてくれ客席の方からはあられがたばしるように開演を促す拍手の音15分休憩のはずのがもう20分くらいになりますが幕はなかなか上がる様子もありません4 それ見ろバイオリンの銅を剥がして中を見るとなめしガとニカで銅裏に貼り付けたのはおびたらしい宝石ですいちいち銅裏から剥がしてなめしガから出すと50カラット近い白色のダイヤが1つ30カラットほどのやや青色を帯びたのと炭鉱色を帯びたダイヤが1つずつ56カラットから10カラット前後のが7つ。 全部で十個の見事なダイヤがこのバイオリンの銅の中に隠されてあるのでしたおおこれはどうだこれだけ入っていればバイオリンの音も悪くなるわけだおお<ー>大変なことになったねこのダイヤは何百万円の値打ちがあるか知らないがとにかく我々では見当もつかない大寝台だぜ これだけあれば、ストラドバリスは100も買えるだろう。君はたった一晩で夢の大富豪になったんだ。おめでとう。カシーロクロウはこう言って、ひょうきんなおじぎをしました。だけれど、ストラドバリスはどうしたんだ昨日まで確かに本物だったんだが。気候はまだ諦めきれません。バカだな。そんなものを諦めてしまいたまえ。 ストラドバリスなんか100も買えると言ったじゃないか。だが、あれはどうするんだ今日の演奏はあれ、あの通り。客席からは開幕を促す拍手が1分ごとに激しくなるばかり。しようがないな。入場料を払い戻して帰ってもらえばいいじゃないか。そんなことはできない。そんなことは。木久の心は、 永久に失われた名器ストラドバリスを追ってこの何百万円にも積もられる見事な十個の宝石も目には入りませんでしたお兄様信子だけがこの兄の心持ちを知っているのでしょう宝石よりも尊い涙がなおもその方を再現もなくぬらしておりますご この時橘さんすみませんでした慌ただしく楽屋へ飛び込んできたのは昨夜容疑者の中で一緒になった外人フランツ・ベーカーです勘弁してください私は国のためにあなたにとんだご迷惑をかけました誰も返事をする人はありませんがベーカーは早くも カシー六郎の前にむき出しに並べられた実家のダイヤさんとして星のごとく輝くのを見ておお気がつきましたかバイオリンの中から出したのですね万事飲み込んだ様子でかき集めもしかねないふうですカシー六郎は驚いてそれを止めながらお待ちくださいそれは一体どうしたことなのです こののののダイヤはあなたのもものだとででおっしゃるのですか。ええ、私のそれに相違ありません。私のダイヤというよりは私の国のダイヤと言った方がいいかも分かりませんご不信もあるようですから詳しくお話ししましょうベーカーの話というのは大変入り組んでおりましたが簡単に言うとこうなります ベーカーの故郷というのは中央ヨーロッパの小さい小さい国ですが去る強国の保護国になっているので今度完全に独立をさせてもらうようにそのことを国際連盟という世界の平和のためにできている会議へ持ち出すことになったのですそれについては日本やイギリスやフランスに承知してもらわなければならず特に米国はこの国際連盟会議へ入っていないので 特別に手を伸ばして米国の世論、政治家や新聞やの意見を動かすように運動をしなければならなかったのです。ところで、このフランスベーカーというのは、その国でも非常に有力な愛国者で、自分の母国を独立させるについては大変な大きい費用をかけて世界の強国を解いて歩いていたのです。 ことに米国の世論を動かすにはどれだけお金がかかるかわかりませんそれかといって保護している強国に睨まれておりますからそんな大金を本国から持ち出すわけにもいかず為替にして送ることはもちろんできない相談ですから国の大臣やお金持ちと相談して運動費をこの大変な金高になる宝石に変えストラドバリスの偽物のバイオリンを作らせてその中に入れて持ってきたのです それを嗅ぎつけたのは、世界を股にかけて悪事を働く恐ろしい国際強盗団の一味です。シベリア鉄道から私の後をつけて、とうとう日本まで押し当たり、私の体につけている宝石を、どんなことをしても巻き上げようとしているのです。ベーカーはこう申します。あいつらは、 私の身につけているものは何もかも調べました。帽子から靴から泥入れからあらゆる隠しトランクの中まで私の留守を狙ってそっと探ったり私を脅かして大ぴらに改めたりあらゆる方法を尽くして調べましたが宝石はどうしても見つかりません。あいつらの目を通さないものは私の大事に持っているバイオリンだけになりました。 現に昨夜汽車の中で立花さん啓舞が食堂へ入っている間に私へピストルを突きつけてバイオリンの箱を開けさせようとした二人の男女はその強盗団の一味のもので私もいっときは危うくなりましたがそのうちにお二人が帰ってきたのであの場は無事に済みましたがあのままホテルへ帰ると私の後をつけてきて脅迫するのは分かりきっております 立花さんには本当にお気の毒でしたが私の国の運命には変えられませんよく似ていたのを幸いに食堂にいらっしゃるうちにバイオリンの箱をすり替え私は立花さんのストラドバリスを持って立花さんには宝石の入ったバイオリンをお預けしたのです「低金貨ほどバイオリンを大事にするものはありません」 立花さんの手にあれば大丈夫と、私は安心して取り替えたわけです。国際強盗団の一味は、昨夜私の帰りを待ち受けて四五人で脅迫して、バイオリンの箱を開けさせましたが、私の持っているのは正真正銘のストラドマリスですから、いくら探しても宝石があるわけはありません。とうとう。 宝石もうに米国へ送ったと言ったのを信じて、ようやく私を許してくれたようなわけです。立花さん、ありがとうございました。さぞご迷惑をなすったでしょうが、国のため、同胞のために、こんな危ないところをこぎ抜けた私の真心に免じて、どうぞ、どうぞ許してください。 ベーカーの顔には、よしや相手が冷たい石っころでも感動せずにいられないような、火のような心情が燃えております。わかりました。ベーカーさん、あなたの国を救う真心を思うと、私の演奏会などはどうなったところで物の数でもありません。ありがとう、立さん二人は固く固く手を握り合って、 その上に熱い涙をさえ降り注ぎました。本当のストラドバリスはここにあります。ご安心ください。国際強盗団の連中に宝石のことはわかるでしょうが、バイオリンのことはわかりませんから、これは持って行こうともしなかったのです。そのダイヤ百科よりも私はこの1丁のバイオリンが欲しかったのです。ベカさんありがとう。 ダイヤはどうぞお待ちくださいあなたは本当の芸術家だいえいえ私の偽物のストラドバリスはぶち壊しても惜しくはありません私はもう強盗団の目を逃れて明日は米国行きの船に乗りますこれがお別れになるでしょうお嬢さん失礼ですがせめてこれだけ記念に受け取ってください あなたのお嫁入りの支度の一部に、いやいや、ピアノの研究に要向なさる費用の一部に、テーブルの上からかき集めた十個のダイヤのうち、一番小さい、けれども一番美しいダイヤを一粒信子の手に転がしようとして、辞退をする暇もなく、さようなら、皆さん。ベーカーの姿は、 昼も薄暗い道具らへ消えてしまいましたあの西洋人も偉いが君も偉い今日という今日俺は本当の愛国者とそれから本当の芸術家とそれから本当に兄を思う美しい妹を見たよカシー六郎も簡単の声を上げて友人の高貴な顔を仰ぎました そして、信子の可憐な清純な姿にその濡れた目を映しました15分の休憩が1時間近くなって聴衆は割れ替えるような騒ぎでしたがその日の第2部メンデルソンの「保山町の芝番楽の美しさに定激いっぱいの客は涙ぐましいまでの感激に打たれました 第三部のの小曲の美しさもも言うままでもありません第一部があんなに悪かったのはたぶん日本における初ステージで立花君も少し上がったためだろうと新聞の音楽批評は書きました信子嬢の伴奏が兄菊男のバイオリンにも増してその日の聴衆を酔わせたことはもうすまでもありません